ちゃんも実際に体を動かすのは2年ぶりだろうし、ここで体を慣らしておいた方がいいんじゃない。あの時、1年前、霊峰山攻略前の準備運動、状況が今とは異なるとはいえ、オーラ霊のメリアちゃんにすら私の体術や能力は歯が立たなかった。昔から実力差は歴然だった。能力は強化された、多くの戦いで経験を積んだ。だけど体術という点においては1年前とそう変わってない。なぜなら体術でいられるものがなく、せいぜい体幹を鍛える程度だった。もうウォーミングアップは終わりよ、メリア。月下ちゃん、一回だけチャンスをあげますよ。どうぞ、こちらへ。正面からいきなり殴り合わないのね。それが私にとって一番単純で嫌な手だから身構えてたけど。なんて冷たいね。こんな顔今まで見たことなかった。このナイフをどうぞ。普通のナイフ、こんな試練でなんで今更こんなものを。では月下ちゃん、どうぞ。いいよ、月下ちゃんなら、一度だけ好きなところに刺しても、一度刺すまではこの状態から離れないから、月下ちゃんが何をしてきてもね。あ、もうそこまでなんだ。私、メリアちゃんのたった少しの行動で全て刺した。これだけメリアちゃんが私に体を押し付けてきてもなお、体術から能力まで全てを受け流せると断言してきた。うぬぼれていた。今の私なら勝負になると、考えてみればそうだ。1年前は霊オーラでも今はパトも大幅に強化されて億を超えるオーラを扱ってる。同じじゃない？下手すれば私がこの1年で強くなった数万倍。メリアちゃんは1年前より強くなってる。思い違いだった。ほら、早く、動揺して手がうまく動かないなら私が手伝ってあげますよ。ここです、私の大事な心臓は。迷った、ここで私が求めてるのが、強迫概念、による私に対する恐怖依存。早く決断しないとこの恐怖をずっと引きずることになりますよ。まあ、決断させないんですけどね。そもそもこの決断は賢い人だったり、臆病な人ほどよくハマりますからね。身近で例えるなら、すごく見た目が怖い喧嘩が強い不良が生まれて一度も喧嘩したことない優等生に一発殴らせてやるって言ったとしましょう。殴れば口実ができてたくさん殴られるかもしれない。殴らず逃げようとしてもそもそも逃がしてくれるかわからないし、その後の対応次第では悪化するかもしれない。だから関わらない。頭がいいだけ、危機察知能力が高い弱いだけの生き物ほど、脅迫概念、無理強いの選択は有効。逆にせっかちゃんは寝顔バカさんですからね。同じことを言えばノータイムで心臓ではなく頭か喉を刺してきますね。わざわざ選択肢を与えても無視してくるので逆に向きません。本当私のお気に入りは何をしてくれるかわからないですね。賢い人ほど察する。賢い人、達人ほど現実の罠にかかりやすい。おバカさんや素人に駆け引きをしても意味がないですからね。セオリーの話ですね。あなたは本当に賢い、扱いやすくて助かりますよ。気味の悪いことにうちの月下を巻き込むんじゃないわい。月下よ、どうせ結果は変わらん。ならさっさと心臓と言わず、目でも喉でも狙って戦うのじゃ。悩んでも仕方ないじゃろうが。せき、出てきたな。言葉だけではどうしようもないと独断で。ここではあなたが一番邪魔。月下ちゃんの精神的支えには退場してもらいますよ。最悪の形でね。お前は人質だよ。ゲート、オブ、プリズン。それでまた、仕掛けた真似しやがって。人に介入しようとするから利用される。こんな簡単なこともわからないとはね。ゾウが冷めました。やっぱりなしです。そろそろ恐怖よりも焦りと怒りが勝つ頃合いでしょう。こんなおもちゃに意味はありませんが、無力感を出すために没収。さあ、そろそろ来るぞ。ここでやっと攻め出す。能力攻撃で遠距離、私が能力を扱えないことを考慮して束縛系、もしくは撃退家系、絶対に近接で殴ってこない。ここで私はオーラ技術系を使う。 A はもう一つの自分と同じ大きさと形をしたオーラの模型を作る。あとは影を盾に後ろで隠れていれば相手は攻撃が命中したと錯覚。そして無傷の私を見せる。それで相手は攻撃がつかないと勝手に勘違いする。こうして月下ちゃんはどんどん追い込まれていく。私は何も攻撃してないのにね。さあ、このまま恐怖という依存で何もできなくさせてあげますよ。挫折を知らない新米ども、お前たちの相手が誰なのか我がしっかり教えてやる。噂には聞いてたけど、すごいね。オーラという概念あるのかな。あの人に知るか。たとえ無限にあっても関係ない。殺せば勝ちだ。死んだらオーラなんて関係ねえだろうが。そうだね。それじゃあ頑張ってね。まずは俺が相手してやる。恋や監獄の王とやら。二人同時は互いの長所を打ち消すと考えたか。希望と絶望、本来相手ない二つが子孫なのか。いいだろう、遊
遊んでやる、来るといい。さて、アクカエル能力がごっそり変わってやがるからな。2時間程度じゃ認知はできても、詳細までは理解できなかった。絶望支配がどれほど俺に馴染むか試させてもらうぞ。硬くはない、だがダメージが全然入っていない。俺の攻撃力が低すぎるのか。弱いね、遅いし威力もないし、これじゃあ私にいつまで経ってもダメージなんか入らないと思うけどね。そうかよ、絶望支配。あ、なんか食らってるんだろうな。全部プリズンエデンの中にいる子たちが影響受けてるだろうけど、あえてダメージ受けてるふりでもしておけば、こいつもいい具合に調子に乗ってくれるのかね。乗せても暇つぶしになるか否か。メリアは絶賛性格の悪い方法で結果を追い込んでる。どっちかというとああやって追い詰める方が試練の内容としては正解だからいいけどね。私はせいぜい結果のアシストをするやつらをこの試練内だけ排除する。全部を失って、心の支えも消えて、そこで結果がどう考え、どう立ち回り、メリアに立ち向かうか、それが私の見たいところだからね。よそ見か、随分退屈そうだな。あ、バレた、実際退屈だけどね。本当にニールが来てくれたらどれだけ良かったか。この野郎、一度でもいいから握らせてやらないと気が済まねえな。カロフが桁違いに上がった。今の攻撃で私の中の身代わりが一人重傷を負った。だけど無駄なこと、どうせためはある。焦る必要はない、能力ならなおさら焦る必要もない。私の無強国力で奪えば終わり。効果はなしか、物理攻撃が意味をなさねえのか。なら絶望支配で精神的に追い込んでやる。絶望支配、絶死落葉。あさ、多分それは扱えない。それを扱うにはあなたはまっすぐすぎる。それは私みたいに陰湿でネクラでひねくれてて、とことん相手の不幸しか願っていないような子しか扱えないよ。あとは同じく相手の不幸で喜べたり、ある程度の不幸に許容があって、赤よりも絶望を知ってる人にはつかないよ。だって笑えてくるほどの茶番に感じるからね。これがお前の絶望か。浅いね、この程度の絶望なら私が自力で作れる。あら、苦しい。半端に首を絞められたら意識が飛ばずにただただ苦しいでしょ。こいつ、どんな筋力してやがる。腕を後ろに回して俺の首を絞めながら持ち上げやがるなんて。こら、来いよ。早くしないと相方死んじゃうぞ。なんて言おうぞ。素敵、あさ、素敵。そんな苦しもがく姿がここまで興奮するなんて。ああ、苦しんでるこの子見て興奮してら、あの子の方が絶望に向いてるんじゃね。餌になると思ったけど来ないか、もしかして不仲か。まあいい、来ないならこのままずっと苦しめるまで。おいおい、マジかマジか。全然、あれ手に入ったら結果を追い込む作戦の9割成功したようなもんだぜ。あの野郎、俺に全く見向きもしていねえ。別に何度でも俺を殺せると言わんばかりに即座に手を離して別の場所に即座に向かう。なめてんじゃねえぞ。そ変態野郎。よし、材料はこれくらいでOK。順調に仕事が進むのは気持ちいいねえ。あ、そっか、そういう戦い方をするんだ。面白いね、楽しそうだね。よしよし、なら私の方向性は決まったかな。一緒にあなたの地獄を楽しんであげるよ。本当に賢いので扱いやすいですよ、月花ちゃん。この子に遠回しの言い方をしても通用しないところか、鵜呑みにして本当に察してきそう。どうしたの、メリア。いえ、もう私の負けです。お強いですね、ご主人。愛という鋭利な矢で私のハートを射抜かれちゃいました。ああ、その場所好き。ずっとここにいたいですね。駆け引き、知りませんよ、そんなの。もう私がご主人を愛している。それだけの真実があれば、ああ、ご主人は本当にお強い。俺何もしてないんだけど。話なんて聞いてても仕方ないんだから、無視でいいのよ、無視で。結果みたいに考えなしに突っ込めないのよ、私は。私だって最初は困ったけど、とりあえず殴ってから考えるようにしてから世界が変わりましたよ。おほほのほう。それ、後先考えるのが面倒くさくなっただけじゃない。私はね、将来頭脳として期待されてるの。本能のまま動くわけにはいかないの、まったく。昨日もうじうじ悩んで止まってたら本末転倒ですけどね。正論パンチやめて、今の私に効きすぎる。
次回も情けないお姉ちゃんをお楽しみに。